皆様おはようございます。日曜日の朝でパジャマのまま失礼いたします。実は今朝ウォーキングに行ってきた後、じゃじゃん、こんなものを見つけました。ピンクストロベリーです。ピンクストロベリー、もうピンク可愛いから買ってみたんですけど、見るからに酸っぱそうですよね。ただこれが1ドルだったということで、まあちょっとリスクを負って買ってみました。ちょっと最近ね、ピンク、あの女性ホルモン上げ上げで可愛いピンクに、こだわってるので、いちごも、ただね、匂いはかなりね、いい、甘いんです。だからね、期待できそうです。ということで、今朝のブレックファーストにピンクストロベリーを食べてみようかと思います。ジョンさん、 What do you make for breakfast? Oatmeal. Oatmeal with no pink strawberry. No strawberries are not included in the deal. That's not combo package. It is combo package. ということで、あのピンクストロベリーの試食をしてみたいと思います。先ほどのピンクストロベリー主食してみたいと思います。ちょっとパンダちゃんがダラッとなってますけれども、では、めっちゃね、匂いはね、いいのよ、感じでも、ちょっとこれ酸っぱそうな色だよね、ピンクって言ってるけど。じゃあピンクっぽいこのストロベリーいただきます。では、お味は本当に酸っぱくないのか。うん、思ったより酸っぱくない。噂には甘いと聞いていたんですが、残念ながら甘くもない。1ドルだからね。うんうん、これは甘かった。ピンクストロベリーは酸味のないイチゴって言った方がいいのかな。うん、ということで、なんか日本のね、一つ5000円とかするような、なんかなんだっけ、そんなのがあるよね。そういうのも食べてみたいけど、こちらピンクストロベリーはフロリダのカンパニーかな。うん、これがね、パッケージだったんですけど、ピンカービー、ティンカーティンカーベルにかけてるみたいなんですけど、これですね。はい。まあ、ということで、1ドルだったんで買ってみましたけれども、まあ、ピンク可愛いからっていう感じですが、酸っぱくはありません。酸味は逆にないイチゴだと思っていただければ。では、酸っぱい果物の食べれない、フロリダ出身のジョンさんにも試食していただきましょう。ジョンさん、じゃじゃん、ピンクストロベリー。Okay, so they look white. No, that's a pink. Pink. Okay, a little bit pink panda. じゃあジョンさんがピンクストロベリーを食べます。Okay, so. はい。いただきます。いただきます。Okay.Though. It tastes like a strawberry. Yeah, but it's not sour, right? Mm-mm. Yeah. Mm-mm. I think less sour. It just tastes like a normal strawberry to me. It's just slightly off-putting because it's pink. You know, that's like you look at it, you see no color. It's like, what the hell? But then it just tastes like a strawberry, so. Nothing special. But it smells good. Mm-hmm. All right. Thank you, Johnson. Mm-hmm.カメラでね、撮るときもうちょっと身なりちゃんとした方がいいよね。